訓練には大学生や住民など35人が参加しました。他国から弾道ミサイルが発射され県内に飛来する可能性があるという想定です。住民は地下にある西堀牢舎に避難し、しゃがんで身を守るなど手順を確認しました。もしそういう状況に直面した場合に、正しい避難行動と身の守り方っていうのをしっかり守れたんじゃないかなと思うので、非常に有益な時間でした。一気にここになだれ込むと結構大変なことになるかなというふうには感じておりますので、安全確保が迅速に行われる場所を指定していく必要はあるかなと思いますので。弾道ミサイルは発射から10分で落下する可能性があり、新潟市は近くに地下施設や頑丈な建物がない場合は屋内で窓から離れて身を守ってほしいとしています。